全てのユビルの民に告ぐ。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユビルの民へ話しかけている。アーディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、この中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。壁の巨人は、この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命を、この世から駆逐するまで。エレン、どうして外に出たいんだ？確かに、この壁の中は未来永劫安全だと信じきってる人はどうかと。知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。もう、見つかった。巨人がどうやって人間を食べるのか。すげえ。ここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。では今、ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。心臓を捧げよう。地下室にあったものは何だ。希望だったのか、それとも絶望か。敵は果てしなく強大だった。このまま何も変わらなければ、またあの惨状が繰り返される。